竹山 3.5 ひなほの神散歩。今日の小町さん、よろしくお願いします。はい、小町です。よろしくお願いします。今月号は愛媛の湯巡り特集です。めっちゃ楽しみです。散歩ですか。温泉大好きなんで。来た、はい、私が多分一番好きな、一番行ってる、はい、実際に行ってますか。温泉ですね。松山市東道後の空と森さんです。泊まったこともありますか。あ、はい、あ、年に何回か泊まれるときは泊まったりとか。でも人気すぎて、そうですよね、なかなか、はい、取れないときも。あの休憩スペースとかもめっちゃ広くて、はい、本当1日ずっといれます。そうなんです。もうだらだら過ごすにはぴったりの場所ですよね。そうなんですよ。ご飯もめっちゃ美味しいですよね。そうなんですよね。湯上がりのご飯が最高ですよね。このお鍋やばいです。はい、こたつ席で楽しむ鍋プランなんです。こたつありますもんね。そうなんです。外で、はい、やばい、もう話したらもうこれは終わってしまいます。続いてキスケですね。はい、そうです。こちらもよく行かれますか。行きます。ここも広くて、うん、一日中入れるのでめっちゃ行ってます。このランプがついてる女性専用ルームめっちゃおしゃれですね。新しくできたんですか。そうなんです。新しくできたスペースですごくおしゃれですよね。サウナは入りますか。入る時間が短いだけで、入るのは好きです。あ、そうなんですね。一瞬で出ちゃうんですけど、サウナ気分に酔うだけみたいな。あ、なるほど。水風呂までは行かない。あ、水風呂は好きなので。全国サウナランキングで1位に輝いたんですが、すごい。女湯の方にはミストサウナ小屋があるんだそうです。これ知らなかった。温度は低めで45度だそうなので。おー、これ私入れますね。そうですね、45度なら。苦手な方ほどおすすめかもしれません。ですね、いけそう。左下のホムラってやつやばいですね。熱すぎますね。110度。はい、110度の世界を体験してみてください。お肉になっちゃいそうですけども。そうですね、焼かれて。では、おお、なんとご利益ありそうなお風呂でしょうか。はい、今治市にあります、はい、築堤清正の湯さんです。鳥居がありますね。鳥居があるんです。本当に佇まいがすごいんですが、はい、こちらは日常使いする人が多い清正の湯という本館からちょっと歩いたところにある別館の築堤清正の湯という場所なんです。これはじゃあ一組の方がここに、ここ借りれるってことですか。はい、そうなんです。え、めっちゃ贅沢ですね。結構お部屋も広めで、お風呂もすごく個性的ですよね。そうですね、こう離れにある感じですね。そうなんです、ちょっと離れにあるので、すごい着替えがどこでしようという感じになるかもしれないんですけど。確かにこの渡り廊下はあれですかね。あれですね。脱いで渡るという感じでしょうか。以上、今日の小町さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ひなほの神散歩、また来年。